なんか自分がライブ配信卒業した理由としてその重課金者の取り合いになるんですよ。そうですよ。だからなんか、まあ、芸能活動ではなくなってるんですよ。はい、そうですよ。それがなんかちょっと自分の求めてるものとは違うなと思って。じゃあ、はい、あと物販。物販？はい。あ、グッズを作る。まあ、グッズじゃないんだけど、はい、グッズだとちょっとより自分にそのパーソナルなあれに近いじゃない、うん、あ、それはすごい。下着とか。確かに私グラビアもやってるんで、うん、まあそうですけど、あとは美容オタクとかいろいろやってることあるんで、うん、ちょっとそういうのも、まあでもそうだとしたらインスタグラムとかでも押し出さないといけないですもんね、そういう面も。そうですね、そもそも知ってもらわないといけないですもんね。そう、難しいな。そんなことないと思うよ。本当ですか。じゃあ全然別の事例で言うと、はい、インスタのフォロワー何千人ぐらいしかいないけど、はい、月2、300万円ぐらいワンピース売ってる会社の子がいるのね。え、それはその2、3000人が全員買うってことですか。まあ全員じゃないけど、ほぼ、まあ要は月何百人は買ってるってことだよね。だってさ、1万円のワンピースをさ、はい、ね、500万売ったら売上500万円なわけじゃん。確かに。でも原価率そんな高くないから、はい、やっぱ2、300万ぐらい見入りがあるわけですよ。まあ、そうです。 MB さんって知ってる？ MB さん、うん、わかんないです。 MB さんってそのまあいわゆるだからモテない男子みたいな、うん、ちょっと地味系男子みたいな子たちにファッションを教えるメルマガをやって。すごい。それはめっちゃ今メルマガ界有料メールマガジンで月500円とかなんだけど、うん、はい、それの会員が何万人かいるのよ。ああ、それはでもそういう層は結構いいですよね。で、外さないですもんね。最初はその人たちがにあのユニクロとかザラとかで、はい、そのファッションアイテムを買って、うんうん、このじゃあ20着ぐらい買っとけばもう1年間ずっとこれ着回しできますせみたいなのを教えるやつをやってたわけ、はい、でそれを今度漫画にして出して100、はい、もう累計100万部以上出てるんだけど、それでオンラインサロン作ってでやってたら彼のオリジナルアイテム、あ、例えばそのストール、賢い、冬のシーズンずっと使えますっていうストール、じゃあ1個1万円です、うん、でも原価多分3000円ぐらい、はい、で受注生産じゃん。でそれが5000枚とか売れたらすごい、1万円で5000万円だから5000万円の売り上げでしょ。原価がじゃあ2000万円でいい、2000万円だったら3000万円儲かるわけじゃんみたいなことをやって、まあ昨年はもう売り上げ10億超えましたみたいな感じなんだけど、そう、みんなだからファッションエリートの人たち向けに売ろうとするわけじゃない、うん、確かに。でもファッションエリートじゃない人に、まだビギナーの人に教えてあげるみたいな感じで、そう、確かに。それもう彼のオリジナルアイテムどんどん売れてるわけ、はい、マルキューのブランドのバイヤーだったのね。あ、そうなんですね。そうで、マルキューのブランドのバイヤーだったからもともと工場とかとのつながりがあって、うんうん、で例えば分かんないけど日本で職人が作ってるなんか特殊な生地があって、うん、はい、その作り方を中国の工場に学ばせて、で日本の生地よりも3分の1のコストで作ってもらったら、うんうんうん、すごい質のいいあの服が3分の1で作れるようになったとか、そういうことを彼はすごく細かくやっていて、そういうふうなところを別に自分がこだわればいいだけだと思う。うんうんうん、確かに。だからその、まあ、単純に普通になんか分かんないけど韓国から仕入れたペラペラのやつを自分の付加価値をつけて、はい、ブランドをつけてただ高く売ってるっていうような人もいれば、うん、もっと丁寧にもっと丁寧にこだわって別にそれは作ればいいだか、はい、だけだから。確かに、うん、それはねなんかあると思うね。物販は僕はインスタとかのフォロワーとかが多い人は物販にすごい向いてると思う、はい、インスタグラムのフォロワーでも増える気がしました今日お話聞いて。いやでもさっきの話でもう、はい、もう見たらガチャガチャだったんで、はい、なんか歯並びの悪い歯みたいな感じだったんで、はい、すごい歯並び綺麗にしたら全然30万人とか50万人ぐらいは全然いくと思いますよ、はい、すぐやります。インサイトっていうのがあって、はい、でそういうのを細かく見てそのどれだけその
リーチがあったか、うん、インプレッションがあったかみたいなのをもう一つ一つ細かく細かく細かく見てフォロワーどんどん増やしていかないと、はい、そうですね。やっぱ上に来るインサイトでいいのは全部カメラマンさんが撮ってくれたやつ。そうだからもう逆にもうカメラマンさんが撮ったやつ以外載せないみたいな、その要は、うん、タイムラインというかあのところには、はい、でまあなんかストーリーズとかはたまに自分でこう動画とかで撮ってもいいんだけど、うんうん、細かくそれはマネジメントしていかないとって、まあ俺の場合はだからそこは難しいわけ、はい、グラビア写真を載せるわけにもいかないし、はい、だからインスタグラムはすごい難しい。俺はなんか食べ物の写真で勝負してるから全然ダメ。でも食べ物で結構200万人ぐらい行ってる人って結構なんだろう、主婦向けの人が多くないですか、うん、なんか誰でもできる簡単なレシピ、高級な料理とかよりも簡単なものの方が伸びてる、うん、でもそういうの別にやりたいわけじゃないじゃん。確かにだから俺はまあ全然ダメなんだけど、だけどいや高級なやつでもやって3、40万人ぐらいフォロワーいる人いるのよ。そうですよね。でもねその人はやっぱりねクオリティが高すぎる写真の、うん、やっぱそれ知り合いなんだけど、ね、あそうなんですか。そうイギリス人のもう本当本業は外資系証券会社のなんか、はい、ディーラーかなんかをやってるやつなんだけど、顔出し NG で全部料理の写真を、でもコンデジかなんかで撮ってんだけどすっげーうまいのよ。やっぱ写真が何か一つは極めないと。あそいつはだからすごくいいやつで、そのあのいろんないい店を、はい、ロンドンとか行くともう本当すごいいろんなもうすごい有名なフーディーなんでよく知ってんのよ。そういうことか。一緒になんかそのなんかスコッチウイスキーの蒸留所とか行くと、うんうん、もう VIP 待遇をしてくれてるわけ、だからすごくいい人なんで、はい、それは全然いいんだけど。そうでも隣で彼氏とかがやってたらちょっと嫌かもね。なんかあまあね、そうね、そういう仕事をされてる方だからいいけど、それちょっとめっちゃやってんだよねって言われたらちょっと私は嫌かなって思いました。まあまあまあそう、それはまあ程度の問題はありますけど、はい、そういう感じです、うんうん、写真はとにかくいい写真を、はい、インスタアップしないといけないし、でもインスタを頑張って30万とかにすると物販で年間1億とか全然普通に売れるものは作れると思う。なんかこだわりありそうじゃん、なんか知らないけど。いやもうすごいあると思います、うん、めんどくさいやつです意外と。うんぽいよねえでもなんかそう30万人ぐらいいったらなんか教えてもらいたいなって思いました。何をそういうだからこれやればみたいな。あいや 今決めといた方がいいんじゃないの。え本当ですか、うん、私はもう結構体にすごいなんかこだわりがあるんで、ほうほうほう下着はちょっとやりたいなって思います。下着完璧じゃん、だって自分が着ればいいんだもん。だってえそうですよね。でもね本当はだから男の子向けのアイテムの方が売れるんだよね。そうフォロワーが 98% 男子だから。さっきあのフォロワーが増えた女の子いたじゃん、はい、彼女は自分でミシンが使えるわけ。えすごい。だから、はい、あの自分であのマスクとかを、ま、マスクから始めたんだけど、それさやればいいじゃん自分で作って、うんうんうん、作れるんだからって、はい、なんだっけな、なクラウドファンディングやったのかな、なんか知らんけど、はい、ミシン買って超高級ななんか何十万かするやつ買って、でマスクを作り始めて、でマスクブームだったじゃん、はい、去年、まあ今でもそうだけど。確かに。でやっぱマスク作ると男の子向けは一瞬で売れるの。やっぱ自分のフォロワー全部、はい、で彼女が作ったってなってるから、うんうん、確かに売れめっちゃ売れてた。で今なんかボクサーブリーフ作り始めた。狙いにいってるで俺試作品もらったんだけど、はい、ちょっとこの辺ダメだよねみたいな話をして、でまたなんか改良してる。売れそうでしょ。売れそう、うん、だでボクサーブリーフは履いてもいいじゃん。なんか確かに女子がなんかちょっとユニセックスっぽい感じの女子も履けそうなボクサーブリーフプロデュースしてみましたとかはありかもね。確かに。なんか変なプライドがあるんですよね多分、女子に下着売りたいみたいな、おしゃれなもの売りたいみたいな、うん、そういう変なプライドっていうかこういうのやりたいみたいなのがあって、でもそこをなんか受ける層をちゃんと狙ったらお金にはちゃんとなるかなってちょっと思いました。ボクサーブリーフ売れると思う、うん、だって自分が履けばいいんだもん。確かに。売ってみようかな。売れると思うな俺。私もミシンできるんですね。とか言ったけど。できるの。プロ並みの縫製ってことだよ。あだって普通にだからそのマスクとか縫製して普通に売り物のクオリティを出せるの、はい、彼女はね。
それはそういうところに専門学校通ってたからだと思うんで。あ、そうなんですね。そうそうそう。まあいいんだけど、別にプロトタイプは自分が作りましたみたいな感じでもいいんだけど、うんうん、できるじゃないですか。できそうです。あとなんかバラエティーとかも結構出させていただいてるんですけど、結構思ったことを何でも言っちゃうんですよ、うん、だからこのキャラで子供今後行っても大丈夫かなっていうのを大丈夫です、相談したくて、うん、なんかただなんか絶対叩かれる時が来ると思います。いやもうそれは思うんですよ。まだそんなに有名じゃないから、はい、大丈夫ですけど、はい、絶対叩かれます。どうしたらいいですかね、そういう時は。じっと耐える。じっと耐える。でも正直叩かれてもうまくいけばいいじゃないですか。有名になれたら別にそんなやつはどうでもいいじゃないですか、うん、あ、まあ単純にその叩くやつって人口の 1% 未満なん で、はい、でそれにマスコミとかが乗っかってそういう雰囲気ができてるだけなんで、はい、別に本当に嫌われてるわけじゃないんで別にいいんですよそれは、っていうふうに頭の中切り替えて、うん、いけるかどうか。なんか沈黙が一番怖いじゃないですか、何も言ってくれないみたいな、うん、多分今はそれだと思うんですよ。私がテレビに出たって沈黙が続いてるみたいな、それからその一歩まだアンチじゃないけど、まずは叩かれてもいいから反応がもらいたいなって思います、うん、まあ弱いよねそれでは、はい、キャラがまだ弱いですか。全然弱いです。どんな風にしたらいいですかね。それはね、いろんなやり方あるよね。じゃあ何が正しいかわからないけど、はい、いろんなやり方あると思います。なんかそういうのを教えてもらいたいなっていうふうに。教えてもらうっていうよりは、はい、なんかいろいろ自分でこれは面白いんじゃないかみたいなことをチャレンジしていくしかないですよね、うん、だって何が正解かわかんないんだもん、ね、何が正解かわかんないっていうのを俺はもう同じことやってても、うん、当たる時と当たんない時があるから、運とかもある。運というよりはもう打席に立つ数、はい、運というよりは確率論です、うんうん、まさに。だからあれもう私すごい頑張ってこういうことやってんだけどなって思ってもダメな時はダメだし、はい、特にそういうこうメディアに露出するアイディアってこんなのが刺さるんだみたいな、うんうん、で俺ツイッターとかでやってるからすっごい刺さって、はい、めっちゃバズる時と全然バズんない時あるわけ。でも炎上、同じ炎上するにしてもすごい炎上する時と全然しない時もある、うん、からでも心に残るのって炎上だから炎上の方がいいのかなってちょっと思っちゃったりもします、まあ、まあなんですけど、うん、炎上させられるかどうかも大事なの。確かに、うん、なりたい自分になるかどうかみたいなところで、うん、まあ俺がおすすめするのは、はい、やっぱりマイノリ、あんまりみんながやってないことをやる、うんうん、っていうのを俺はすごい昔からおすすめしてて、はい、結構グラビアアイドルの子とかにいろいろ言った。うーん、なかなかみんなやってくんないけど、え、私はやりますよ言われたら。例えば分かんないけどプログラミングを、ま、習った方がいいんじゃないかとかね。あ、え、プログラミングの本出してます、私。あ、そうなんだ、はい、大学でプログラミングやってたんですよ、うん、そんなんでプログラミングの本を出してます。それは何の本なの。なんか親子プログラミング教室っていう親子プログラミング、親子に向けた本で。それなんで親子なの。福岡南の親子プログラミング教室っていう、なんか小学校でプログラミングが導入されたじゃないですか、はい、それで、あ、両親の世代には浸透してないから、その子供が家に帰ってきてどうやったらいいのってなった時に使えるかなっていうので。あ、もう全然あれですね。ダメですか。っていうか、まあまあ、はい、まあでもそれはなんか私がその企画をしてもらったんで、一緒に自分の大学の教授とコラボして出した感じです。はいはい、なるほど。そうか、プログラミングできるのか。だからそれプログラミングできる人って全然いなくて、なんか名刺代わりみたいな、うん、だからそういうところとかをもうちょっとアピールした方がいいというか、はい、そのそういうのもできるんですよみたいなところを言っとくと、うん、そういうか分かんないけど NHK の、はい、E テレのなんとかの番組のなんかちょっと MC っぽいポジションとか取れるので、はい、信用はつくよね、うん、
そうすると多分だけど、はい、その大企業の社長にお話を聞くみたいな あるじゃん、なんかそういう企画、はい、日経ビジネスとかやってるような、やってんだ、はい、もうやってんだ、はい、じゃあもういいじゃんなんかタクシーの CM にも出させていただいて、タクシーの CM 何やってんの、俺よく見てる、テレシーの人なんだ、はい、の人です、見てる、それに出させてもらってるんですけど、それに出させてもらってから確かにその企業の人とかが、偉い人たちもお仕事で会った時になんか話しかけてくれるようになりました、あの子だよねみたいな、だからテレシー見たよ俺、でも覚えてないでしょ、俺覚えてない、覚えてないでしょ、はい、うん、だそういうことだよね、でしたテレシー覚えてないわ、でもテレシーは見た、でもそれが大事なのかなって思います、言われてああって思えばまだ救われるかなみたいな、あ何の CM って言われるよりかはなんかインパクトにはちゃんと残ってるのかなって、まあまさにだからそういうことで、はい、そのビジネスとかそういうところにの人たちに気になり始めるといいんですよ、はい、そういう方になりたいです、あのワールドビジネスサテライトの MC とか、はい、できるかもしれないじゃん、確かにそういう人いないからさ、やりたいです、うん、やれるよ、やれると思う、お願いしてください、いや俺はお願いする権限はないですけど俺はお願いする権限はないですけどそういう仕事を積み重ねていくと、はい、ビジネス系の仕事を割とお金もらえるんですよ、 あとね、はい、あれもっとビジネス書っぽいの出すといいか、ああ、ライブ配信で日本に1位になったコツみたいな、あでもいいかもしれない、うん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 、マインド的な、マインドっていうか、まあ別にマインドはなくてもいいんだけど、はい、とりあえず1位になったんでしょ、はい、1位になった本出そうよ、出したいです、うん、売れると思う、めちゃくちゃ売れると思う、それ出します、じゃあライブ配信で日本一になったコツがいっぱいあるんですよ、そう、あそれ出せる、めっちゃあるんですよ、出せる、出します出版社どこにしようかな、集英社で出さなきゃいけないですかね集英社小学館プロダクションとかいいですかね、コラボしてください、あ全然僕あの刊末対談とかします、お願いします、全然やりますよ、それなんか何かで今日ど何かあちなみにね、はい、僕が帯を書くっていうのが今流行ってます、そうなんですか、あのね、僕の周りの友達とか、はい、みんな俺を帯にして最初にビジネス書出します、お願いします、本当に、うん、本当にそうだよね、あひどいよね、みんなみんな俺の本だと思って買うんだもん堀江さんの本っぽい感じで作りますよ、いや本当に俺の顔と俺の字の方がでかいみたいな著者の字全然ちっちゃいじゃないかよみたいなのが結構流行ってるんですか、流行ってるんですよ、何冊かそういう感じで出てますよ、じゃあ本作るんで、ああいいと思います、作ってニュースピックスとかで記事を何回か連載したら、はい、なんかそこそこ 2,3 万部ぐらい売れて、でそれを名刺代わりにして、そのそれが名刺代わりになるんですよ、はい、でそれを名刺代わりにして講演会とかやるんですよ、あやります、今なんか講演会代行サービスみたいな、はい、ネットでそういうプラットフォームがあって、はい、そこ登録しとくと安いギャラだけどそういうところで企業で講演会できるんですよ、うん、講演会してそれ年間何十本とかもしやったとしたら、はい、それであこの人って頭いいんだみたいな話になって、うん、なんかわかんないけどどっかちっちゃなベンチャー企業とかの社外取締役お願いできませんかみたいな話になって、うんうん、まあそんな感じです、はいはい、ありがとうございました、大丈夫ですか、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、それでは相談をこれで終了します、ありがとうございました、はい、もう僕は頭良すぎて あんまりアドバイスすることないじゃないですか、いやそんなことないです、でも本当に書いてもらいたいと思いました、本作った